ク万人へのラブは無限大第34回大阪ポーカー耐久賞2018にようこそお越しくださいました。モンスターフレッシュから本当に大きな方にお集まりいただきありがとうございます。さあ今からは皆様お待ちかねドライヘルデモンストレーションを開催してまいります。プロライダーの超絶テクニックを間近でご披露いただきますので、皆様今一度お荷物や手、足などこのトライアルデモンストレーションを行っているのはボールの内側にしまっていただきますようご協力をお願いいたします。それでは早速今回超絶テクニックをご披露いただくプロライダーをご紹介いたしましょう。皆さん手拍子でお迎えください。まずお一人目はヤマファックファクトリーレーシングチーム所属2017年全日本トライアル選手権国際野球スーパークラスランキング2プロヤマ誠一選手です。本当はバイクには何サイドブレーキがない。いやいや、
って
本気でやってよ。怖い。見てないね。練習は本当にしてるんで、青い風船を。めっちゃ歩いてる。
リアルな失敗。早くやって早くやって先生お願いします。これを進めてあげてください。今のは本当にリアルミスだった。ビビった！正直ビビってる！
けど、まあ、今日もらいましたよ、はい、この賞は2回目、はい、なんかあパンフレットとか見ていただいて2回目の賞をやりますし、児玉選手もね、少しちょっと出番なかったですけど、しっかりもう最後の会議ということで、パフォーマンスしたいと思います。ぜひ、この会場にまた集まってほしいと思います。とりあえず、開幕戦、先週終わったんですけど、第2戦がですね、近畿大会なんですよ。湯浅です。和歌山の湯浅です。4月の15日に、はい、和歌山県の湯浅。はい、湯浅に行って降りて約5分ですね。はい、これはパンフレットがですね、今こう手を挙げてもらっているところがありますので、割引券付きらしいので、ぜひあのいただいてですね、完成してほしいなと思います。はい。じゃあ1回目のトライショー、慌ただしくすみませんでしたけど、ありがとうございます。